死んでもただの肉になるだけだ。どうもアルペディです、またリクエストも来てまして、木戸と、城ヶ崎どっちが強いかと。これ難しいよね。いくら二人とももういないキャラって言っても、これ結構似てるなって思ってて、見た目もタイプも似てる。まあ俺の考えとしては木戸の方が強い。城ヶ崎って結構難しいキャラで、やっぱなんか前の動画でも俺言ったんですけど、城ヶ崎の強さってやっぱ結局死生観なんだよね。育ってきた環境によって作り出された死生観による強さ。戦いに対して努力をしてた描写だとか、何かをこう極めたみたいな描写が極めてない。やっぱ喧嘩自慢でしかないっていう部分がちょっと引っかかるっすね。戦闘力って点においては強いんだけどね、めちゃくちゃ強いのは知ってたんだけど、その点木戸はまあ尖が、お前が努力の人だったなって言ってるぐらいの、下っ端でね、タバコ買ってこいみたいな感じでめちゃくちゃこき使われてる中、天王寺組のその訓練施設で一人茶化の精度を上げたりだとか、あのそういう訓練を、ね、積んでたっていう部分があるから、指導は特にいろんな描写でもあったけど、そのこいくら傷ついてても踏み込みが弱くなってるとか動きが鈍るっていうシーンがあんまりなかったっていうか、まあ小峠に刃止められたりみたいなのはあったけど、城ヶ崎急に来たじゃん、ガクッと。傷ついてたけど基本的に痛み感じないタイプだけど、あの瞬間に急にガクッと来たから、そのバフ、死んでもただの肉になるだけっていう、その死生観によるバフが消えた瞬間めっちゃ弱いんじゃないみたいな。結構気になってるのが、多分城ヶ崎ってあそこまでメインキャラになる予定だったかわからないから、最初ってなんか掴むみたいなスタイルがあったんだよ、城ヶ崎と戦いに。久我と最初にちょっとやり合った時に掴みに来るみたいな、なんかそこが明かされなかったのはちょっとわかんないからあれなんだけど、描写としてはやっぱり普通に喧嘩が強かったっていうシーンしかなかったから、そういうやつっていざという時に競り負けるんだと思うんだよね。雷神ってその別にそういうなんかトレーニングするみたいななんか施設はなかったっすよね。単純に強いやつらが集まってるみたいな雰囲気だったから、城ヶ崎の強みって戦闘力っていうよりかは死生観と IQ だと思うから、シンプルな力比べとかはそんなに強くないのかな。マッチョではないと普通に。戦国はパワー負けしてたもんね。まあ、戦国が結構ボロクソにやられてるから、もちろん強いんだけどね、それはもちろんそうなんだけども、こうやって考察っていう部分でこの深く語ってみると、アピールポイントが少ないんだよね、城ヶ崎って。結構いや結局精神力とか執念みたいな話になっちゃうから、まあ、そこの強さで言ったらマジ随一、なかなか難しいキャラですね、戦闘力を測るっていう点ではっていうふうに思うっすね。だからなんか軌道の方が強いのかなっていうふうには思う。親から愛を受けた方と受けてない方っていう部分もあるけど、やっぱ執念とか精神が分厚いってところも似てますよね。あとメガネキャラだし、シンプルな強さ比べみたいな復習にしても、軌道が一条と互角で、一条が城ヶ崎に勝ってるって点でも城ヶ崎の方が弱いって言えちゃう事実もあったりもするんだよね。あんまりこういう比べ方したくないんだけど、言うじゃん、なんか A がB に勝って B が C に勝ったけど、この A と C が戦ったらどっちが勝つか分かんないよねっていう、この山川早期理論分かる人いるかな、まあ、ってところかな。はい、またリクエストの方お待ちしておりますのでよろしくお願いします。本日の動画は以上です。腹痛ドーパミンでは各メンバーが企画した様々なことをテーマにいろんな動画を出しています。他の動画もぜひ